よいしょよいしょ、お疲れやってまいりました、はい、今日もね、はいはい、じゃあ、今日の注目のポイントは、はい、今日は、ここの日だをどうしてるのかなっていうのと、はい、ここですね、ここをどういう風にしてるのかなっていうことかな。わかりました、はい、じゃあその辺をどうぞ注目して、はい、見ていてください。はい、はい、それではオープニングいきましょうか。はい、はい、それではオープニング、はい、スタート、はい、よいしょ。使用するものは帯、帯板、帯締め、帯上げ、枕、仮紐2本、1本は後で外します。その他、ピンチを数本用意しておいてください。では、帯を巻いていきます。まず腕にかけていきますので、両具畳みで置いてます。で、帯板2枚は脇の下に挟んでいきます。はい、では巻いていきます。柄止まりは左の脇の下です。で、手先を上げます。では帯を締めます。では板を入れていきます。まずは白い板です。では巻いて、もう一度示していきます。左下でピンチを打っていきます。ではここを上を折って、下を折り上げます。で、手先を下ろします。で、仮紐をします。では、腰紐で代用でも構いません。はい、では仮紐をしていきます。では垂れ元を広げます。で、左羽を作っていきます。で、左羽で5つの山を作っていきます。で、真ん中にかけます。で、次反対、右羽です。そのままの流れで右へ上げます。で、右も左と同じ高さに合わせて5つの山を作っていきます。で、一番手前の振り紐にかけます。で、あとはまた左へ流していきます。ここで帯の長さを調整します。もうちょっと左へ欲しかったらここを伸ばして、もうちょっと右も欲しかったらここを伸ばします。で、残りの帯で山を取ります。で、この仮紐に引っ掛けます。で、右側を右の羽を引っ掛けます。で、ここで手先を広げておいて、ここで枕をしていきます。枕でグッと上に上げてください。
してお土産をしていきます。で、手先ですけど、手先は3分の1に折ります。3分の1に折って、そのままこの状態で、一番背中にまだ1本残ってますので、そこに引っ掛けます。で、ここの下の部分は広げます。太鼓になる部分は広げます。で、ここへ帯締めを入れていきます。で、帯締めをします。で、ここの手先の先は広げて、裏箱ひだにします。では、きれいきれいにしていきます。はい、どうも。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ということで出来上がりましたね。はい。はい、じゃあ、これのね、ポイントは？ポイントは、はい、ここのひだをきれいに出すことと、はい、で、まあ、なるべく左右対称に仕上げていくことと、はい、で、ここの、裏箱ひだもきれいに、はい、均等に出してもらうことと、はい、でここも綺麗になるべく同じところでこう斜めになっていくとか、はい、帯締めをした時にボヨ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 したりとかしないように、はい、なるべくこうビシッとこう持っていくっていうところですかね。はい、ちょっと結構難しいかもしれないですけど、はい、今回ちょっとこれ硬い帯で作ったんで、はい、結構硬い帯には持ってこいかなと思うんですけど、ここがちょっと難しいかもしれないですね。柔らかい帯の方が作りやすいかもしれないですけど、うんうん、この辺とかやったら硬い帯とかでも全然綺麗に出ると思いますので、はい、ぜひやってみてください。はい、わかりました。はい、はい、じゃあその辺でポイントを押さえて、はい、また参考にしていただきたいと思います。はい、はい、ということで、オリジナルなんで、はい、恒例の命名の儀ですね。はい、名前決めなあかんからね、うん、はいはい、決まりました。はい、僕も気づき素人なんでね、ちょっとね、そうあまり専門的な名前とかあんまりちょっとまだわからないんで、はい、パッと見た感じね、はい、パッと降りてきたやつ、うん、それで名前決めました。はい、はい、今回のこのオリジナル気づき、はい、Gさんのオリジナル、はい、命名、はい、セビロ。セビロ。何？はい、ということでね、この辺セビロのこのここに似てるやん。この上のここのカッターのところに似てるやん、これ。ここに顔もここに持ってた、持っちゃえもんこれ。そうなん言わんといて。ここスーツこうこうな。そうなん言わんといて。おっちゃんがこういうのスーツや。赤と青。錦野明みたいな感じやんこれ。やめて。ということで、違うの前に錦野明の、ステージ衣装でもいいから、錦野でもいい、ね、名前。やだ。じゃあ、セビロで。いやー、はい、なんか違うの、西野。ということで、セビロで、はい。ということで、これ、まだコレクション増えましたね。はい。はい、いや、お前、ちょっとちゃうの、美味しいや。いやいや、セビロで。もう英語で、ちゃーんと出てるから。はい、セビロね。セビロ言うから、ね、セビロや、ね。かっこええ、なんか。セリカみたいな声やんけど、ということで、これまた参考にしてくださいということで、また次回お会いしましょう。はい、はい、皆さん成人式、頑張ってください。はい、はい、お客さんを皆さん喜ばせてあげてください。はい、はい、ということで終わりましょうか。はい、はい。
では次回お会いしましょう。はい、はい、お疲れです。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、いいねお願いします。2020年より着付けのセミナーもバンバンやっていきますので、 SNS のフォロー、新着情報のチェックもよろしくお願いいたします。